座骨です。でんでんさん。さんゆのです。でんでんさんいらっしゃいませ。いらっしゃいです。ゼロ、レトロゲームが好きな一人が来場しました。レベル上げですね、ええ。リベギフト、ありがとうです。なんでこんなに観客いるんだろうな、でんでんさん。ゲームが好きな一人が来場しました。ゲームが好きな一人、ゲームが好きな一人が来場しました。
負けた、わらわら、でんでんさん。レベル上げで結構手抜いてましたからね。ゴールデンコンビは一切動いてなかったからね、レンデンさん。
ゼロ、初音ミクが好きな一人が来場しました。
けじゃダメなのかな。終了まであと5分なのです。30分延長しました。
わら、でんでんさん。ゼロ、レトロゲームが好きな一人が来場しました。パンチングとキャッチ、どっちが強いんだろう。4人、わらわら。杉咲くん頑張れ。こぼれ玉になったら馬骨。27位のレス。27米さんさん、いらっしゃいませ。ゼロ、ゲームが好きな一人が来場しました。いらっしゃいです。あわわ、いらっしゃいです。初めて4人見たかも。ゼロ、レトロゲームが好きな一人が来場しました。 SFC と違って後ろから運んでるの臭い。やったぜ。森崎くんはただのかかし。4の後に出てるだけあってぬるぬる動くね。学校でスカイラブハリケーンの練習したのは懐かしい。いらっしゃいです。絶対先生に止められるやつや。それスカイラブハリケーン、リメイクアニメでもしてましたっけ。体重シュートしようとして足を痛めました。小声、でんでんさん。シグマ、ハウ。リメイクアニメは小学生編とワールドユース編をやってて、スカイラブハリケーンは中学生編での技。なるほど。リメイクアニメも原作ワールドユースも評判がね。チャンス。岬で普通に競りまくる。
島林くん頑張れ。ポスト出番あれ。どうか。超ギリギリ勝利だったか。仕事してないのでレベルアップしない翼くん、デンデンさん。勝っては負けての繰り返しでレベル上げ。無敗プレイは縛りプレイだからな、このシリーズ。FC の時や SFC の時も負けては勝ってレベル上げしてましたね。この差である。
ドラミに向かう価値はあるよね。いらっしゃいです。翼なら止めれるか。リップは面白かった。ゼロ、いいぞ。が好きな人が来場しました。
神も一応設定上は強いキーパーではあるが、この二人を抜くとはデンデンさん。最強説に一票入れます。万世さん、こんばんはです。こんばんは、ありがとうございます。翼万世さん、こんばんはなのですが、27コメ殿、万世殿、アクセラレータさん、こんばんは。知りませんでした。こんばんは、万世さん。原作と違うけど、さすがにペナルティエリア内なら決めるね。ゼロ、日暮らしの泣く頃に、が好きな一人が来場しました。世の中にはまだまだ知らないゲームがたくさんありますが、アクセラレータさん、存在は知ってたけどプレイしたことはなかったゲームですね、デンデンさん。ふむふむ、アクセラレータさん、こんばんはなのですが、デンデン殿、何かね、パロディのギャグがあったから
ちょっと有名だとは思う。こんばんは、アクセラさん、デンデンさん。鼻毛タミくん、万世さん、結構時間経過早いな。さりげなく、森崎くん、レベルアップ。ちょっと離席しますね。いってらっしゃいなのですじゃ、アクセラレータさん。能力チラ見しただけでレベル上がるとは。戻りました、ショボーン。お帰りなさいなのですじゃ、主部のアクセラレータさん。ただいまです。お帰りなさい、マセヒナタくん、万世さん。ゼロ。ゲームが好きな一人が来場しました。ただいまです。ついにやってきました。おかえり、デンデンさん。静岡県代表を決める決勝戦、果たしてこの大会に勝って春の全国大会に出場するのは。昨年の代表修鉄を中心とする南葛 SC か、はたまたこの決勝まで全く危なげなく試合を続けてきた名門清水 FC か。場内は早くも凄まじい盛り上がりを見せております。プレープレー南葛。今日は大事な決勝戦よ。みんな張り切っていくわよ。おー、
決勝戦から下がらないのか。うん、翼くん、私弥生よ、応援に来たわよ。誰よあの子。翼の知り合いかな。うん、ちょっとあんた、翼くんとどういう関係なのよ。そういうあなたは？なんか始まったぞ。わら、でんでんさん。終了まであと5分なのです。30分延長しました。そう、私は強肩かよ。前の学校で一緒だった。あったな、このやりとり。よろしくね。昨日全国各地でまず5つの代表チームが決まったそうだ。アクセラレータさん、注目の埼玉代表は昨年の代表チーム南浦和 FC を10対0で破った明和 FC だ。明和 FC。 若林くん、ヒューガ小次郎、貴様との決着は必ずつけてやる。明和と対戦するためにも今日の試合必ず勝とう。ああ、よしみんな、今日はベストメンバーで行くぞ。ああ、レトロゲームが好きな一人が来場しました。行くぞ。のレベルが1なのに威力上なのね。確かにガッツがいる技だ。ええ、郡山商用、おっぱいも大きいし。いらっしゃいです。タイガーショットを防いだ実績の男。
の方がまだマシだぜ。さすがに他のキャラのシュートだと止められちゃうか。レベル高ければ入りそう。
南葛優勝決定。静岡県代表として全国大会に出場するのは南葛 SC に決まりました。やったわ、つばさくん優勝だ、全国大会だ。やったな、つばさ。ついにやりましたね、アメゴ。あの少年は監督、誰だか知ってるんですか。ああ、ポケッタリー、モンスタリー。現在少年サッカー界で一番将来を期待されているプレイヤーだ。レトロゲームが好きな一人が来場しました。ミスギジュン、いらっしゃいです。もうこうなったら私も南葛のマネージャーになるわ。え、それで翼くんと一緒に全国大会に行こう。こうして俺たち南葛 SC は静岡県代表に選ばれた。次は全国大会、本当の戦いはこれからだ。カン、姉子かわいい。よし、完成だね、お父さん。また違う土地に行くの？ああ、お前も全国大会が終わって2学期になったらまた別の学校だ。友達にも伝えとけ。うん。それ。え、新キャプテン？そうだ。若林は県大会で痛めた足がまだ治っていない。おそらく全国大会出場は無理だろう。今から新キャプテンは。大空翼だ。あ、俺が？やったな、翼。いいか、今日からは翼新キャプテンを中心に新しい南葛 SC のサッカーをしていくんだ。はい。若林、何か一言ないか。みんなすまん。ゼロ、ボイスロイドが好きな一人が来場しました。だがヒューガ小次郎の名和 FC との対戦までには必ず足を直してみせる。それまで絶対に勝ち進んでくれ。頼んだぞみんな。はい。しました。君が戻るまで必ず勝ち抜いてみせるよ、荒林くん。すぐく、キャプテン翼。頼んだぜ新キャプテン。若林の抜けた分だけ余計に手を取らなきゃならないんだからね。違う小学校、元は敵同士、でも今ではぴったり息が合っている。我ながらいいチームだ、南葛 SC。新キャプテンから一言挨拶をしてもらいましょう。さあ、翼。
新キャプテン翼くん。サッカーやろうぜ。森崎を全カカシナ。みんなで日本一になろう。シグマハウ。さあ今年もやってまいりました全国少年サッカー大会。北から南から全国各地で予選を勝ち抜いてきた48チームのサッカー少年たちがここ読売ランドサッカー場に集まってきたのです。今日から7日間にわたって繰り広げられる今大会、この少年たちによってきっと数々の名勝負が作られることでしょう。南葛 SC 予選ブロック1組 A。 よし翼、なかなかいいの引いたぜ。1の A だってよ。対戦相手1組 B は、明和 FC。 なんだって。じゃあ俺たちの第一戦は？ヒューガ。ファ。少年漫画の王道ハンデ戦。若島ツアーいないからいけるいける。思い出したフラノに負けかけた時に出てくるんだ。バナナシュート。
消費エグいな、ねんべんさん。ドライブシュートはバナナシュートより難しいってセリフが中学生編にあるので、なぜか採用されている。わら。何かバナナシュートって石崎くんがずっと先に覚えてた気がした。まだこのあたりでは覚えてないけど、ドライブシュートより難しいのか。ですよね。敵はガッツ減らないから立ちたい放題ですね。森崎くん、吹っ飛ばされまくりだ、シャボーン。
であと5分なのです。30分延長しました。くぬぬ、何をやってるんだみんな。くそ、俺の足さえ大丈夫だったら。でもなんで、なんで第一線で当たっちまうんだよ。くそ、ヒューガメ。いいか、俺たちのサッカーに負けは許されない。攻撃は最大の防御だ。この調子でガンガン点を取るぞ。ヒューガ小次郎、勝つことに対する執念はさすがね。さすが我が東邦学園が狙ってるだけありますね。ええ、あとは大空翼がどう出るか、この後の試合展開ではっきりするわ。うちに必要なエースストライカーはどっちなの、ね、ここコジラーのターニングポイント。Thank you.
かシュートまで行かせてくれんね。森崎くんはその軽さを生かせる別のスポーツやった方がいい。遠くからでも入っちゃう。原作通り過ぎて文句つかれないのさ。南葛敗れる。共に優勝候補だった両チーム、予選ブロック A の1回戦は明和が南葛を下しました。南葛が負けた。翼くん、翼、原作通りだから負け犬より設定は仕方ない。こいつ涙。
みんな、そんなに気を落とすな。この大会は予選ブロックの上位2チームが決勝トーナメントに出場できることになっている。うちだって残り4試合に全勝すれば十分そのチャンスがあるんだ。ちょっと離席しますね。南葛さん、電話が入ってますよ。決めたの美咲だけなのも泣けてくる要因か。すいません。まあ、今のいっぱいは忘れて頑張ろうぜみんな。うん。森崎、お前にだ。あ、はい。もしもし、若林さん。どうだ、みんな気落ちしてないか。負けはしたが森崎、今日の試合良かったぞ。根は相手によく頑張ったよお前。はい。俺が行くまでこれからも南葛ゴールを頼んだぞ。はい、頑張ります。ところで翼はしょげてないか。あ、はい、じゃあ今変わります。ああ、翼か。原作より点取られてないからよし。大丈夫だよ。予選ブロックの残り4試合全部勝って絶対決勝トーナメントに出場するよ。頼むぞみんな。俺も一日も早くこの足を治してみんなのところへ行くからな。大空翼、この大会で俺と互角に戦える奴がいるとは思わなかったぜ。ヒューガ小次郎君ね、あなたをスカウトに来たわ。戻りました、ショボーン。おかえり、デンレイさん。ただいまです。ファミマなの？原作だと何点取られるんだったか。小次郎は母子家庭で下の兄弟たくさんいる。さすがにこの時間ではわらわら。6点とか7点だったかな、わら。シグマ、ハウ。森崎くんもたくさん吹っ飛ばされたんだろうか。
トロゲームが好きな一人が来場しました。
来場しました。よーし、みんな宿舎に帰るぞ。あー腹減った、早く飯が食いたいぜ。ん？ロベルトさん、どうしたんですか？翼を少し借ります。どうしたのロベルト？いいチームだな、南葛 SC は。うん、どうしたんだろう、今日のロベルト、いつもと違う。翼、どうしてもブラジルに行きたいか。え？この頃思うんだ、お前はわざわざブラジルへ行かなくてもこの日本でみんなと一緒にサッカーをしてた方がいいんじゃないか。ロベルト？いや、そうだよな、翼は俺とブラジルに行くんだもんな。そうだよロベルト、約束したじゃないか、全国大会に優勝して一緒にブラジルに行こうって。ああ、明日も頑張れよ、ママさんと応援してるからな。うん。今日はこの辺りで終わりますね。
聴者数60名様、コメント、ご視聴ありがとうございました。シリア遅く来てくださってありがとうございました。お疲れ様でした。終了まであと5分なのです。30分延長しました。